安らぎの家残ったんだ。これ爆発しても窓ガラスはもうビリビリだけど、こういう鉄筋コンクリートの家は丈夫だね。外は全然崩れてないもんね。温泉浴場だ。ああ、町営の温泉浴場だったんだ。2000年噴火の前年に改修したばっかりでこの有様になっちゃったんだ。埋まっちゃった。埋まっちゃってるんだ。ここが多分入り口だと思う。ってことはドアの半分ぐらいは埋まってるわ。ガイロとついたまま。ああ、本当だ。流れてきた橋、鉄骨の橋だよ。すっごい。元の位置から90メートル流されて、この桜ヶ丘の団地に激突。さらに60メートルほど流されて止まった。ここに止まったんだ。桜ヶ丘団地、3棟の公営住宅のうち一番被害の大きかった1棟をここ今残してるんだって。他のはやっぱり危ないから壊しちゃったんでしょうね。ここから500メートルほどのところにある火山口から噴石や火山灰などが噴出して、住民は事前に避難していたため無事でしたが、この周辺の建物や道路には噴石が多数落ちてきました。中見える？フェンスも倒れちゃって、なんか不思議だね。すごいね、植物ってどんなとこにでも生えてくる。ここにこの横っぺたに激突したんだね。この傷すごい。え、1階2階3階4階、これ5階建てだって。1階が埋まっちゃってるんだ。これ5階建てのアパートで現在見れるのは4階建てになっちゃってるから、なんでこんな名前がついてるの。たまちゃん、アリちゃんって。まだアリじゃないの。ティッシュで。ああ、アリとタマ。あ、そうかそうか。河口が見えました。アリくん河口。これが河口です。ああ、山の尾根みたいな感じにできてる。ずるずるっと行きそう。ここ景色すごいじゃん。今通ってきた道全部振り返ることができる。ここからブワーッと噴火してあっちまでずっと。桜ヶ丘団地も見えるし、銭湯も見えるし、橋も見えるし。そりゃ近いよね。めちゃ近いよね。ここで噴火したらそりゃ建物が残ってるだけすごいことない？こっちからタマちゃんは見えんか。これ見えるじゃん。タマちゃん見えるじゃんか。自然の恐ろしさ。
車なんかまだそのままになっとんのかしら。そう、ほんと。ほんと池になっちゃった。よく見ないと分かんない。斜めになったと。労働を横切った断層、2000年噴火で西側山麓は約75メートル隆起し、2000年新山が誕生しました。75メートルの隆起。労働を横切って数個の火口が次々と開きました。約150メートルの長さで西へ伸びるこの割れ目火口嶺により町道は寸断されました。水道管なんて見える？ああ、あれか、あれが置き去りになった重機。折れたなんか電柱が。あ、手が冷たい。もう手袋がいるわ。なんかこうやって木道ができてるから歩きやすくていいわ、うん、2000年噴火では火口口が数十個次々と開きました。火口は最初西山の斜面に集中しましたが、4月7日には町道の真上に移動し、その後町道を横断する火口列もできました。あ、これ火口口になるんだ。火口口の跡なんだこれ、うん。道路に火口ができ、お菓子の工場の屋根は噴石で穴が開き、大地は断層でズタズタになりました。これがお菓子工場の。おお、灰は降ってくるわ、石は降ってくるわで。多分これ道路だよ。ここに電柱みたいなのが倒れてるじゃん、うん、めちゃめちゃ道が埋めちゃった。これが道路なんだね。噴火口からもうすぐすぐ、はい、ここ道路だったんだね。ウィチア地高台、2000年新山の隆起に伴い、この元町道、元国道230号線の一帯は凄まじい変動の大地となり、ミニチア地高台の活動した場になりました。陥没でできたのではなく、隆起でできた断層帯ではじわじわ進行する断層変化により、道路や多くの建物が破壊されました。じわじわと進行する断層変形により、サブ風邪ひきそう。これは噴石が降り地面が傾いた旧洞爺湖幼稚園。へえ、火口から600メートル離れたこの幼稚園でも噴石がひどかったんだ。あっちこっちで残雪や土砂が跳ね飛ばされ、無差別爆撃の戦場のような光景でした。だってこんなんが降ってきたら、当たったらえらいこっちゃな。